今日はですね、話題の Chromebook Plus のね、動画になりますけれども、私が持っている Chromebook ですね、6台が Chromebook Plus にね、対応してたんですけども、まあ今日ですね、動画を撮影している現在すべて Chromebook Plus にアップデートされました。それではね、早速 Chromebook Plus の まあ話をね、していきたいと思います。まあ、クロ r o m e b o o については以前に一回紹介してますんで、まあ、あとね、メディアとかでもいろいろ紹介されてますんで、ご存知だと思いますけれども、まあ、上位モデルのクロー o ブックに対して、クロー o ブックプラスというね、まあ、名前をつけて、まあ、ちょっと墨分けをしていきましょうっていう感じなんですけれども、まあ、そのね、クロー o ブックプラスの要件の中でいろんなね、えっ、ー、と、メモリーの容量が 8GB とか、ストレージが1、ーとかってあるんですけど、まあ、よくね、あの、メディアとかでも2倍になったっていうね、 スピードが2倍になったっていうような書き方をしていて、ちょっとそれがね、よくわからないって言いますかね、えー。2倍っていうのはどういうことっていう感じなんですけども、まあ、単純にメモリーが2倍。例えば 4GB のモデルに対して 8GB っていうことなんで、まあ2倍。ストレージが 64GB のモデルに対して12%以上。だからまあ2倍ということで、まあこれは非常にわかりやすいんですけれども、で、なんかその Chromebook Plus のね、あの Google のページに、 確か2022年の7月から12月までに販売されたあ、最も販売された最も売れたクローンブックと比較してみたいなこと確か書いてあったと思うんですよ。で、じゃあ2022年の最も売れたクローンブックって何なのって話なんですけど、そういうのは具体的にわからないんで、まああくまでもざっくりと、まあ2倍ぐらいじゃないのっていう話だと思うんですよね。まあ Google もそこを明確にね、これに対して2倍になりますって話じゃないんですけど、で、 まあじゃあ本当に2倍なのかっていうところをね、今日見ていこうかなっていうことなんですが、まあ言っても私の検証も非常にざっくりとしてるんですけども、じゃあまずその2022年の7月から12月に最も売れた端末って何なのって話なんですけど、これはわからないわけですよ。まあ実際どこにも出てないし、えー、どういうところでのカウントって言いますかね。どういうところでその売れ数をカウントしてるのか。まあ最も売れたって台数なのか金額なのかとかね、まあそれもあるし、 わ、まあ、からないわけですよ。でも、まあ大体この辺かなっていうのを勝手に見繕ってですね。まあそれがこれです。まあこれっていうかこの端末じゃないんですけども、大体これぐらいの性能じゃないかなっていうところで、まあこれは HP の、えー、Chromebook14A だったかな。えー、っと、セルロンの CPU ですね。N の4500を搭載しています。RAM は 4GB ですね。まあこのあたりじゃないかなっていう勝手な予想です。まあただ、アメリカの Amazon とかね。 えー、ベストバイとかウォールマートとか、まあ、大体アメリカ人がクローンブック買いそうなところを見ると割と N の4500を搭載した端末って200ドル台で余裕で買えるしまあ一番売れてるのってこの辺まあ N の4500が一番売れてるかどうか本当にわからないんですけどただ性能的にはこの辺と同じぐらいのものがまあなんだかんだ言っても一番売れてるんじゃないかなと2022年のその7月から12月ぐらいの間去年ですよねまあそれと比べて じゃあ今日紹介するこちら、紹介するっていうか、まあこれ以前紹介してますけど、日本で現状をクロー o ブックプラスに対応している、まあ Asus のね、まあ16インチの端末なんですけども、まあこれと比較して、まあ本当に2倍ぐらいスピード、処理能力上がってるのかっていうところで、まあやっていこうかなと思います。 あの、何度も言いますけど、別に根拠は全くないです。まあ、あくまでも、まあ、自分がこの辺じゃないのっていう、すっごいざっくりとした検証なんですけど、まあ、でも、もともとその言い方がめちゃくちゃざっくりだからね。まあ、だから、Google もそこは別にこう、すごく明確にしてるわけじゃなくて、まあ、ざっくり2倍ぐらいじゃないっていう話なんで、まあ、私もざっくり2倍ぐらいになってるかなっていうところで検証していきたいと思います。それではね、本当にざっくりなんですけども、じゃあ、とりあえず2022年に、 ま、最も売れたクロームブックに近い性能だと思われる N の4500ですね。セレルンの N の4500を搭載して、メモリーも 4GB なんで、まあ、あるあるですよね。やっぱりなんだかんだ言ってもね、売れるクロームブックは絶対このぐらい性能が低くて、まあ、おそらく200ドル台のクロームブックだと思いますんで、えー、違うかもしれませんが、似たような性能だと思います。で、こちらがですね、まあ、日本で現状ね、クロームブックプラスの対応端末として、まあ、販売をしている Asus の端末ですね。CPU は12世代。 のコアアイスリー1215 U というものを搭載していますメモリーも8やパイトなんでまあ、メモリもね倍になっているということでまあ、この2台で検証していきたいと思いますそれではねまずはじゃあ起動のスピードどのぐらい違うのか2倍違うのかやってみましょうがいろいろねスピードとか処理速度とかこの辺も結構曖昧に書かれていますので同時に起動して まあ、起動速度見ていきましょうかね。まあ、当然、Chromebook に対応している端末は基本 SSD になっていると思います。まあ、逆に最もこれたクロームブックってのはおそらく EMMC の端末が多いんじゃないかなと思います。その辺も含めてね、まあ、起動速度比較していきたいと思います。まあ、ちょっと一人でやってるんで、ざっくり検証ですけども、いきますよ。せーの。ドーン同時にボタン押しました。えクロームブックプラス 早いね。ああ。まあ、割と2倍ぐらい。まあ2倍はないかな。でも明らかに早かったですね。それではね、どんどんやっていきたいと思います。まずね、Chromebook で定番のベンチマーク、ブラウザのベンチマークですけど、オクタンベンチマークやってみました。えー、スコアの方はね、Chromebook p 万 u s 81,350ですね。 通常のやつは22,304ということで、まあこの辺のスコアも正直あるあるだと思うんですけども、まあこの数字だけ見れば単純に3倍以上ですね、3.5倍以上の性能があると言ってもいいということですよね。それでは次はですね、こちらも定番のね、ブラウザのベンチマーク、スピードメーターやってみました。えー、こちら、Chromebook 対応端末についてはなんと287点ということで非常にいいスコアが出ております。 え、対するですね、いわゆる一般のクローンブックですね。え、こちら87.8ということで、えー、こちらも3倍ぐらい差がありますかね。まあ一応ベンチマークのスコアだけで言えば確かにまあ2倍以上差があると言ってもいいと思います。それでは次は WebGL のベンチマークですね。差がわかりやすいように魚3万匹最大にして比較をしています。えー、こちらの L の4500はね、フレームレート11。 12ぐらいですね。で、こちらも3番引きにするとさすがに60は出なくて45ぐらいでしょうかね。まあ、それでもやっぱり2倍以上のスコアは出てますね。L の4500はやっぱり10ちょっとです。グロームブックプラスについてはまあ45前後ですね。 それではね、実際にベンチマークではあしっかりとね、差をつけていましたけれども、実際のブラウジングではどうでしょうかということで、えっ、ー、とね、クロームブックの公式の日本のページをね、開いてみたいと思います。両方同時に押しますよ。難しいな。せーの。ドーンあ、早い。あー。 まあ2倍かどうかっていう判断は難しいけど、明らかに早いですね。それではもう一丁行ってみましょうか。最近話題の、じゃあ Apple ですね。MacBook Pro かななんかめちゃくちゃ高いとかって言われてるやつですけど、Apple の公式ページも結構重たいんで、どのぐらい差が出るかやってみましょう。せーの。ドーン早い。あまあ2倍かどうかっていうとね、まあ当然この辺になるとわかりませんが、でも明らかに早い。 それでは次はね、動画のエンコードのテストやってみましょうか。1分15秒のフル HD の動画を再エンコードするのにどれぐらい差が出るかやってみましょう。それでは実際に同時にね、エンコードしていきたいと思います。せーの、ドーンいったそれではね、エンコード終了しました。 一応ね、まあ、一人でやってるんで多少の誤差はありますけれども、えっ、ー、とですね、クロームブックプラスの方ですね、こちらは1分15秒のフル HD の動画をエンコードするのに27秒でしたね。で、L の4500の方は、えっ、ー、と、分かかってますので、まあ、こちらも4分の1ぐらいでエンコード終わっちゃったのかな。だから当然2倍以上の性能があると、まあ、言えるのではないかなということで、 まあやっぱり性能は間違いなく違いますんでね。まあいろんな作業が快適になるというところは間違いないんじゃないかなと思います。ということで今日は Chromebook プラスがですね、えー、まあ最近発表になりましてですね、既存端末にもついにね、Chromebook プラスが使えるようになりまして、まあいろんなメディアとかでまあ2倍になった、性能が2倍になったとかね、速度が2倍になったとかっていうことで結構2倍2倍っていうところをね、まあ押していて、まあ確かに その2倍になったっていうことが、まあ、ざっくりと Google のね、公式のページにも書いてあるんですけれども、 じゃあ実際にどんな感じで2倍になったのかということで、まあベンチマーク含めてやってみましたけど、まあベンチマークのスコアとかですね、まあ実際に動画のエンコードのスピードとか見ると、まあ確かに2倍以上、2倍ぐらいにはなっているのかなと思います。もちろんその比較する端末、まあ Chromebook でもう少し性能が低いね、端末もありますし、まあこちら側のね、じゃあ2022年の端末と比較してっていう端末が何なのかっていうのがわからないので、まあ、これはあくまでもざっくりとした2倍ということなんですけども、 まあかなり性能的にはいいと思って間違いないんじゃないかなと思います。まあ、ただ、性能がいい Chromebook っていうのはまあ今までも売っていたわけですよ。だから改めて Chromebook という名前をつけてまあ差別化したっていうことでもう少し何か機能的な部分といいますかね。もう少しプレミアムな部分があってもいいかなと思うんですが。 まあ現状は以前紹介したそのカメラのね、ぼかし機能とか、まあそれぐらいしかあんまりないかなっていうところですかね。まあ今後2024年に向けてですね、えっ、ー、と対応端末も増えるということですし、AI 機能なんかも、まあどんどんね、追加されるということで、まあ今後に期待というところなんですけれども、まあ現状はですね、まあその名前が変わった、 ぐらいかなというところですかね。ただやっぱり性能が高いクロー o ブックって非常に快適だし、まあそういったものにですね、よりプラスアルファの機能を追加していくっていうことは、まあまあ確かにね、高い端末の価値を上げるという部分ではいいかなと思います。ただそのクロー o ブックプラスのね、動画、紹介する動画とか上げてますけども、まあその中でもただその元々もとクロー e ブックって高い端末はそんないらないんですよっていうような意見も多くてですね、やっぱり あの、クローンブックって安い端末、安くて比較的ね、快適に動くっていうのがやっぱ最大の魅力なんで、その高機能なクローンブックに対して、何かですね、そういった新しい機能を追加するっていうことじゃなくて、より軽く動く、長く使えるって言いますかね。まあそういったところを求めているユーザーさんの方がやっぱり多いのかなと思いますんで、まあ要はですね、安いクローンブックでそこそこまあ売れてるし、学校なんかにも入ってるんで、 まあ、グーグル的にはそこはもういいだろうと。むしろ、あの、Windows でよくねって言われちゃう高い Chromebook をなんとかして売りたいなっていう中で、まあ、ゲーミング Chromebook とか、Chromebook p l とか、まあ、差別化してきたんだと思うんですけれども、ユーザーからするとですね、 そもそもその高いクローンブック別にいりませんっていう、まあそういう意見もあるということなんで、まあゲーミングクローンブックもその後どうなっちゃったのかわかりませんし、まあクローンブックプラスはゲーミングクローンブックのようにはならないとは思いますけども、まあ OS レベルでね、やっぱりこう機能を追加したり、使える機能を増やしたりっていうことなんで、まあゲーミングクローンブックは本当にハードのところぐらいしかないかなっていう感じなんで、それに比べれば、 差をね、つけやすいとは思いますけれども、ただちょっとこれもね、本当に、そもそもやっぱ高いクロームクを売るっていうのがすごく難しいんじゃないかなっていうことで、まあ成功するかどうなのか、そのうちなくなってしまうのかちょっとわからないんですけども、まあとりあえずでも2024年はね、そういった機能も追加されるということなんで、まあ期待はしたいかなと思います。ですので一応ね、2倍の性能があるとかって言われてますけど、まあそこは一応、まあ偽りはないかなと思いますね。はい、今回は以上です。